九州道の鳥栖ジャンクションと久留米インターチェンジの間に ETC 専用のスマートインターチェンジがこの後開通します。どうぞ。おめでとうございます。福岡県小郡市でこの後午後4時に開通するのは九州自動車道小郡鳥栖南スマートインターチェンジです。ETC を搭載するすべての車種が24時間利用可能で、1日4000台の利用が予測されています。この開通により、鳥栖商工団地などの物流拠点から九州道までの所要時間が短縮され、物流の効率化が期待されるほか、高速道路利用者の交通分散により、混雑の緩和が見込まれています。